では、では始めます。ラボル学園で、先週、論語とそろばんという渋沢栄一の本についてやったんですけれども、まあ、渋沢栄一の論語解釈についてですね、詳しく、知りたいという要望もありまして、渋沢栄一の、まあ、実験論語、実験論語なん、ちょっと、これですね、実験論語書生団っていうのがありまして、そこからですね、渋沢栄一の論語解釈ですね、そこに焦点を合わせて今日はやろうかなということなんですね。それで、ウェブで実験論語書生団っていうのをにアクセスしていただいたら、すぐ分かるわけなんですけど、まあ、そこからも代表的な論語の中身についての、まあ、解釈をやっていきます。でまず、まあ、中心概念が仁ですよね。仁っていうのをどういう意味で、受け止めているかと、渋沢栄一がね。まあ、もちろんその仁っていう言葉自身は孔子が初めて、そういう儒教の中心概念として、ね使ったみたいなんで、それ以前にその仁という言葉が仁、まあ、という意味で使われていなかったみたいなんでそういうことで、まずその仁をですねどう定義するかということなんですけど、まあ孔子の場合その相手のレベルって言ったらちょっと失礼ですけど、相手の関心というか、まあ興味とか考え方とかまあそれに合わせてですね納得いくようにこう話をする、まあ、お釈迦さんの場合やら大機説法と言われましたけど、まあ、それに近い、ね、ですよね。だから相手によってその仁の定義というか中身が違ってきますね。それで別にいいんだという考え方なんですよ。で思考がですね広く施し、民に広く施して、よく衆を救えば、救うことあらばいかんと。そうね、あらば、あるごときはいかんと。どうですかと。仁と言うべきか、仁と言えますかということでね、広く民に施し、よく衆を救うあるごとき、仁と言うべきか。そしたら、孔夫子が、何ぞ仁に、仁をこととせん。広くその民に施して、民衆を救うことができれば、もうその人どころではないですよ。必ずや性ですよ。ということでね。人というのはだから、民衆を救おうとするその、為政者の気持ちですね。それで真心で、この、政治をするというのが人なんですよね。
救える、それで、でも思ったようにいかないのが、まあ、現実ですから、あうまくいったから人であるわけじゃない、やろうとしてるのが人であるということですね。でも本当にもうその民主主義とはもう聖者である、聖やということですね。まあ、そういうことで、まあ、そういうふうな話からも分かるように、催眠のこと、すなわち四国平天下が人であるということになる。四国平天下がちゃんとできれば無性なんですよ。で、菅太子という人が後にですね、広く愛す、博愛っていうことがありますが、広く愛す、これを仁というと。で、行いて、これをよろしゅうする、これを義という。これによりて、行く、起こる場合の、これは行くですね。行くっていう。ここの、これはいろんな読みがありますけど、伊豆君だとか、この場合は、ここにって読むと思うんですね。ここに、ここに行く、これを道というということでしょうね。だから、まあ、普通、それちょっとややこしいんで、これに寄りて行く、これを道と言うと、大体本なんか見たら書いてありますね。その方が分かりやすい。ということでね、何のことかというと、結局、まあ、為政者がですね、広く民衆を、だからまあエコひいきしてやったんでは社会にいろんな矛盾が発生しますよね。もめごとも。だから広く愛することが大事なんですね。それがでこそ、まあ、為政者の仁ということが言えるということなんですね。で、あれちょっとどうなんですか。ちょっとコードがね入ってなかったんですよ。入った。そういうわけで、広く愛するっていう普遍的な、まあ、意味があるということですね。道徳の根本がまた仁である。小さな私徳にのみ限られるべきものである。公徳においてまたこれを呈することにせねばならぬものである。この文章はあれですよ、渋沢栄一さんの文章。甲府市は漢中の人物に感服しておられず。これどういうことかって、漢中ってもなかなか歴史を偉い人なんですけど、あまり人物的には感心してない。漢中の器、小かなと、ややどの知らぬごとき意味を漏らされたほどで、孟子のごときは弟子にあたる高尊中に元いに応じ、主は誠に聖人なり、あなたは本当に聖の人だな。漢中安氏を知るのみ、まあ、聖の偉人ですね。漢中安氏を知ってるだけやと答えられ、南寺は聖の生まれで、同国古領人をすごいと思うかもしれないが、漢中や安氏は大して、偉い人物では、これは偉いと呼ぶんですね。豪傑の豪とかで偉い人物でなかったぞと察されておると。しかし漢中の社会上尽くした功は、甲府氏もこれを没せられず、漢中はなかなか、まあ、
すごい歴史上の業績を上げているからね。漢中中里世話、ね、漢中美っていうので中里世話というです、ね、我その飛発砂人ね、すと、その飛発を砂人せんとか、まあ飛発を砂人するってどういうことかというと、ここの髪の毛こうまとめてますね。髪の毛まとまりがないのがバッてなってんのがあの飛発っていうんですよね。で、あの砂人っていうのは服を左前に着ているという、まあ、それはあの野蛮人の風俗やというんですね。そうなってた、野蛮人の風俗になってたやろうということですね。で、それに対してその渋沢さんは、ね、漢中が風俗改良にいたした功をたたえ、それ人なるかな、それ人なるかな、天下を統一し風況を起こした漢中の働きを人であると称せられておる。これによって見ると遅刻平天下の道もまた人の中であることがますます明らかになるということなんですけど、あのこいよいよの方がいよいよ明らかに、これはあのだからあのここちょっとね、あの僕疑問に思ったんですが、この飛発砂人っていうのは結局あの野蛮な風俗になってたやろうということですね。これはあの野蛮人にあの意的にですね支配されたら、その意的は風俗を押し付けることがあるんですよね。あの秦の時代でもそうです、弁髪を押し付けたりしましたね。だから野蛮人に支配されていただろうという意味か、漢中がなかったらということなんです。でだからまあ漢中の業績としていろいろ風俗の改良をしたとかいうではなくて、要するに春秋五波っていう言葉があって、春秋時代に性の慣行をですね、この性の慣行ですけど、覇者にすることによって異的の侵略を防いだわけですね。だから漢中がいなかったら異的の侵略は防げなかったから、みんな野蛮人の格好させられているということの方がちょっと分かりやすいですよね。そっちやと思うんですけど、だからついね、飛発砂人っていう言葉が、それはちょっと遅れてるよ、野蛮だよっていう時に、あ、それは飛発砂人だよっていうらしいですね。だから文明化されてないっていうことを、まあ、指す、まあ、熟語になってしまってるんで、まあ、その意味で取ってしまうわけですね。しかし、まあ、前後関係というか、から考えて、文脈から考えて、漢中はやはり成功を、覇者にしたことによって、中国の、まあ、中華文明を守ったわけで、ですから、そのことの方が大事から、なんか風俗を改良したっていう、ね、じゃなくて、風俗を、まあ、野蛮にさせられないように守ったということですね。中国を守ったと、中華文明を守ったということですね。そういうことで。
で、まあそういうことで、いろんな、その方言で霊食少ないかな人、後期僕と人近しとか、人に対していろんな説明の仕方をしているわけですね。これについてはまた後やりますね。高原霊食少ないから人、後期も。これ重要ですからね。からまあ、人を愛すって、これはハンチーさんにが聞いたときにね、人を愛すことが一番大事なんで。だから、はい、わかりましたっていうわけで。まあ、ハンチーさんは常にその人に優しく親切にね、真心尽くすっていうことが生きがいでやってはるわけで、よくわかるわけですね。でもピンとこない人を愛するってどういう意味かちょっと分かんないっていう人もいるんですよね。だからそういう人には分かりやすくね、どうしたらいいか。で、中級は具体性がなくピンとこないので、中級に対しては己欲せざるところ人に施すことなかれと言ったわけですね。あ、よく分かりますよね。自分の嫌だと思うことは人にしないように気をつけましょうね。それがまあ思いやりですから。ああ、そう、ああ、なるほど。わかりますね。で、思考が、これさっき言いましたね。思考は民衆を助けることができた人ですか？いや、もうそのせいだよ。まあ、そういうことで、人々に対して、その、なんとかですね、対策立てて、まあ、生きていけるように、まあ、するということです。人民本位の政治に心がけるのが、まあ、人生であるということでね。で、だから、具体的に人とは何かっていう。それ、神社は己、立たんと欲して人を立たす。自分が立ちたいと思う。人も立ちたいと思っているのが分かりますから、人を立たせてあげる。己、立せんと欲すれば人を立す。近くに例えを取りて、よく近くに例えを取る、ね、人と、人の法やね、これ。法なりと言うべきのみですね、これね。これ一時でのみなんですよ。そういうことで、人者は自分が思っていることを人も思っている。つまり、人間の感情とか心は不変だ、統制が。あるわけですね。誰でも、まあ、同じように感じる面があるわけですね。だからその面注意したら、自分がしたいことは人もしたいと思ってるんだから、大体わかりますよね。だから、人にできるようにしてあげるということですね。そしたら、まあ、大体何をすれば人なのかが分かるでしょう。自分の気持ちに照らし合わせてね、やればいいんだと。でもまあ人によってはまあ人それぞれだと。そんなことしていらんと。明日そんなこと望んでないとか言われるかもしれませんね。しかしまあ人間誰でしもまあ、食べ物でもね、美味しいと思うものは大体似てるわけですよね。まあ、人によっては違うやろうけどね。そういうことでね、大体でもいけるわけですよね。そういうことで、寒中を、この、の働きをですね、寒中、人柄には問題があったけれども、その働きは大いにね、変えるということを言っていると。で、いよいよその高原霊食少ないし、人という言葉ですね。
これちょっとあれ引っかかると思うんですけど、まあ普通その口先がうまく顔色を和らげて人を喜ばせこびへつらうことは人の心に欠けていると、まあ、こんな訳する高原霊食っていうのはこびへつらうっていう意味が入ってるみたいにね、解釈する人多いですよね。それについて渋沢さんが書いて高原霊食と直言との利害文章がありましたね。高原霊食少ないかな人、これも学事編にある句だが、どうしても心に、偽りのあるものは直言することのできぬようになるもので、他人の悪いところを見てもこれを直言せずに言を巧みにし色を良くしてその人に接することになる。格のごとき高原霊食の人といえどももちろん人のない私徳公徳を無視するものばかりとは限らぬ。中には人に富んだ心の人もないではなかろう。故に興奮心も絶対にないとは仰せられずに、少ないかなと言われておる。しかし大体の上から見れば城の辺にも大きい朴突人に近しと説かれてあるほどで、高原霊食の人よりも豪気朴突直情傾向、他人の悪を見ればこれをそのままに捨ておかず直言する者に私徳公徳を重んずる人が多いように私は思うのである。直言はもとより結構のことに相違ないが、直言するについてはよく時と場合と考え、これ考えと思うんですね。考え、また直言するについての形式にも注意せねばならぬものである。何でも他人の悪を見つけ次第、直にこれを包むところなく、むちゃくちゃに言ってしまいさえすれば、それが人の道にかなうものだと、おばあは甚だしい心得違いである。ここにおいて、甲風氏も他のところでは暴いて直度するをこれ暴というと戒められてあるほどで、ところ構わず他人の弱点を挙げこれを囚人の目前に暴露したりするのは人に近い暴気朴突と豪気朴突というよりはむしろ礼を知らぬ乱暴の極みと言うべきもので、これは血気に流行りやすい青年指定諸君の大いに慎まねばならぬ点である。高原霊食と霊とを混同することの悪いように、ね、豪気、いたずらに他人の火を摘発して、直とする、直っていうのは素直っていうことでしょうね。するもまた悪いことである、ね、直しと呼んでますね。暴き持って直しとなすものを憎む、隠し事を暴き立てるのを正直と思う者を憎みますということですね。暴き持って直しとなす者を憎むと。妖怪編に書いてで、まあ、ここ、ちょっと、あれは、高原霊食をすごくね、悪いように言ってるでしょ。高原霊食っていうのは、あ、ここですね。他人の悪いところを見てもこれを直言せずに言葉巧みにし色を良くしてその人に接すると、こびへつらうという意味ですね。でこう取ってるわけなんですけど、もともと高原っていうのは口がうまいっていうことで上手に、まあ、
説明したり喋ったりするということですね。それをあの高原で食引きますと辞書なんか、上辺だけ愛想よく取り繕ったりすること、人に媚びをこびへつらうありさまと出てきますが、これはあの孔子が少ないから人とこう言ったからなんですよね。高原霊食少ないから人と言ったから、あ、悪い意味で言ってるように捉えたわけですね。でも高原霊食字そのものを見ますと、言葉巧みにしていると、だから霊食は要望が麗しいということですね。だから霊が麗しいという意味を持っているわけです。それはあの霊という字と華麗、麗しいという漢字が同じ霊と読むからなんですね。だから音が一緒だったら意味も一緒にする場合があるわけです。で、だから高原霊食っていうのは口がうまくてかっこよい、きれいや華麗やっていうことですね。そういう、まあ、いい意味なんです、もともとはね。だからいい意味っていうのは、まあ、どういうこと？それから豪気朴突っていうのはそれの反対の意味ですよね。豪気朴突。豪気朴突の、あの、見本は西郷隆盛やって言われますけども。まあ、あの、どうですか。飾らないで、豪気であるということはね、あの、あれ、直上傾向みたいにこう受け止めてますけど、まず直上傾向なんていう意味はないんで、がっしりしていて、北斗はあの口数が少ないということですよね。素朴で口数が少ない、がっしりしていて、素朴で口数が少ないっていう意味なんですよ。で、これはあのこの話はね、あの僕はあの孔門っていう孔子の門人たちがいますよね。で、孔子はあの門人たちに何を教えていたかというと、この礼学を教えていたんですね。で、礼学っていうのは礼儀作法だけではなくて、儀式だとかいろんなことをやるときのですね、あのやり方ちゃんとできるようにね、教えるわけなんですけど、それはあの音楽を奏でます、舞を舞いますね。そして、その辞書に時のところにおいてですね、適切な言葉遣い、こういうものをまあ教える、立ち居振る舞いとか教えるわけなんですね。それきっちりできている人が高原霊食なんですよ。だから高原霊食っていうのは、見たで、こら、孔子が待ったらね、きれいに待ったわけですね。あの人2メートル以上あったらしいですけど、そういうふうな立ち振る舞いとか舞だとか、そういうのが、ま、決まっているわけですね。高原霊食なわけ。これはあのベテランの校門の講師の門弟たちはですね、だんだんその高原霊食になっていく。でもそれは慣れでなっていってるわけ。慣れで長年年季を積んで、ね、そうするとね、あの心が結局、まあ言ったら言葉遣いだとか態度だとか格好だとか、まあ、儀式の時の舞だとか、それはもうバッチリ決まってるし、歌だとかね、もう上手に歌うし、まあ、挨拶とかちゃんとできるわけですね。高原霊食なわけ。それに対して、入門したばかりの人は志に燃えて
入門しているからまあ一生懸命なんですが、なんといってもそのどうしたらいいかっていうのでおどおどしてね、ですね、うまく言えないし、踊らせてもガチガチっていうかね、華麗には舞えないわけですよね。だから豪気朴突になってしまうわけですね。でも一生懸命ですから、そっちの方が、仁に近いと。仁は、まあ、仁は心根のことですからね、どっちか言えば。だからもう慣れちゃうとかっこいいけども、別にそれは人とは言えないということですね。見た目、霊にからっているように見えるけど、一番大事なことはその心根ですからね、人ですから。だから人においては、光源霊食の方が人を失ってしまっている、まあ惰性でやってるからということですよね。まあ、そういう意味で高原霊食少ないから人、豪気朴突人に近しという言葉を使って、まあ主に初心者っていうか入門したての人のために言ったんじゃないかなということですね。まあベテランに対してもその惰性になってるんちゃうかっていうので、高原霊食少ないから人と、まあ確かにまあね、上手に舞ったりですね、演奏したりできるけれども、ね、一番大事なのは心根なんだから、それ気持ちが入ってないやないかというふうなことで、高原霊食少ないからということですね。高原霊食自体では全然悪い意味がないわけですね。そういうことなんですよね。まあ、そういうふうに考えた方がいいんですけど、もうその高原霊食少ないから人って言われた講師が言ったから、高原霊食自体がもう重ねることだとか、そういうね、言葉でごまかしてるきれいに包んで、ね、ごまかすこととか、そういうふうな、まあ、意味になってしまったんですね。で、講師はそういうつもりで別に言ってないんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。そういうことで、まあ、豪気朴突の見本が西郷隆盛だというわけなんですけど、そういうことですね。で、この文章自体は、何が言いたいかと言いますと、確かにその高原霊食で結局言葉巧みで、うまいこと提出でですね、言う人は確かにその裏にですね何かある人も、まあ、いるわけですね。人のない人もいるわけ。でもそういう高原霊食な人だからといって人がないとは限らないよっていうことを言って、この豪気朴突やっていうのでなんか直上傾向にですね、人の、まあ、悪を見たときに捨ておかずに言わずに折れないというわけで、バーって言ってしまうような人はですね、やっぱりその時と場合を考えないで言ったら、やはり、かえってですね、みんな迷惑することがあるんで、乱暴豪気朴突というよりはむしろ礼を知らぬ乱暴の極みというべきものである。血気に入りやすい青年指定諸君は大いに慎まなければいけない。で、まあただこう暴いたらいい、人の血管をね、暴きその隠してることをですね、民衆の前とか人前で暴き立てたらいいというふうなものではないんだと、
いうことも孔子は言うてるわけやから、ということですね。これはやはり彼の発言はそういうことはやっぱり考えがあって言ってるわけですね。どういうことかというと、政財界と政界財界の人とですね、それから軍部、それから右翼みたいな人もいますよね。そういうのをこう考えますと、政財界の人はどっちかというと、まあ公言霊職なんですよね。で、軍部だとか右翼の人はどっちかというと豪気朴突なんです。で、だから公言霊職だから悪いと、それからとは限らないと、まあ渋沢栄一言ってるわけですね。それで豪気朴突だからですね、軍部がなんかこう決起に入って行動を起こしたり、右翼の人がですね行動を起こしたりしますね。そういうのはやっぱり自書意をわきまえずに やればですね、それはやっぱり乱暴でしかないというふうにこう言ってるわけなんですね。よく正義の味方みたいにしてこう軍部にしても右翼にしても行動するわけですね。自分の命は投げ出してもいいんだみたいな感じでやりますよね。自分だけ死ぬにちごで相手も殺すわけやから、で相手のことを悪と決めつけてね、やってしまうわけです。で、まあ人間やからね、誰しもそのいいことばかりして悪いこともしてるかもわからないけど、政財界にいる人にとってはですね、功績の方が大であるのに、何か一つのね失敗だとか隠し事とかあるからといって、まあ、標的にされる、テロの標的とかね、それは、とんでもないことなんですよね。だからそういうことで、まあ、そういうのあって彼発言しているわけですね。でもあんまりそういうことは発言すると軍部だとか右翼はですね、頭にくるというか、また標的にしたのかということになりかねないんで、だからまああんまりその分からないように言ってるわけなんですけど、分かる人には分かるからやはり、勇気がいりますよね。だから宣伝の人はね、すごく財界でも政界でも、発言に気をつけないと、標的にされるんですね、テロはね。そこが怖いからね。まあそれで渋沢さんなんかも勇気があった方ですよね、どちらかっていうと。こういうこと言ってるということはね、こういうこともやっぱりなかなか言いにくいっていうのは勇気がいると。それで肯定と賛成の話ですね。肯定と賛成の孤独っていうのが文章があります、ね。私の論語書生談は甚だ余談にわたったが、これがこれからなお論語学事編の諸句について書生の実際上に感じたことをいささか申し述べることにすると、ね、有志曰く、その人となり皇帝にして神を犯すことをこの者は少なし、ね、ここがね、神を犯すことを好まずして、神を犯すことをここやね、神を犯すことを好まずして、乱を起こす者は未だあらざるなり、未だこれあらざるなり、君主は元を務む、元立ちて道生ず、皇帝なる者はそれ、ね、仁をなすの元か、皇帝、親に子、ね、
君に中たら中高になりますけど、この皇帝というのは親に子ですね、兄に帝なんですよ。兄に対してはまあそれ、従うということでしょうね。兄のやり方を学んで従っていくということで、帝ね、皇帝というのは、それをですね、結局父に対して子の態度をですね、上司に対して、まあ、仕事職場では受けるということですね。で、兄に対して帝の心を職場の先輩に対しては向けると、そうやっていくと上を犯さないわけですから、だから乱も起きないということですね。それをまあ大元にしてたら、まあ、秩序というものが成り立つので、乱れるということはなくなるということですね。それが仁や、仁っていうのは人間関係がうまくいくことですから、それが仁だということで、だから上下関係前提にしてます。だから民主主義社会の中で、あまり皇帝で上下関係を強調しすぎると、民主主義にならない場合もありますよね。親の言うこと聞かぬかとかね、兄に従えとかなりますよね。上司に従え、先輩に従え、従ってばっかりいたんではいけない場合もありますので、ね、特に民主主義になったらね、そうですよね。だからあまりその肯定ばっかりね、いうのは問題がありますけど、それでまあそういうことですね。この学事編有志を大きく書いてますけど、で、ここあれです。文章これが有志は孔夫子十哲、孔夫子、孔子の門下の十人の偉い人ね、には入っていないんですね。でもすごい重要人物なんですよ。なんで入ってないのかわからない。で、一つはないが、論語の序文にも、論語は有志と宗師のとの門人の手によって編まれたとのゆえ、門人がその編集しているので、有志は先生、有尺は先生になるわけから、有志となるわけですね。宗師も宗席というんですけど、宗先生、宗師の、まあ、弟子が作ったから、編集したからね。というわけで、孔子の恩弟子のうちでも、まあ、お弟子かね、お弟子のうちでも、有尺と宗師には特に師の継承を付し、有志宗師と論語の中に書かれてあると記されているほどで、有志の言には継承すべきものが多く、私はすこぶるこれを喜ぶものである。かえって、これかえってと、人間はいかに知恵があっても、人情に純朴なところがないと、とかく悪いことをするようになりがちのものである。故に私は他人を頼んで使うにしても、知恵があるよりも人情に純朴で、我が家族に対し皇帝の道を尽くす親切な心のあるものを務めて取ることにしている。皇帝の道をわきまえ、親兄弟に親切な人でも中には悪いことをする者が絶無であるとは言えぬが、そういう人は少ないものである。もとより、神を犯す、上を犯すということですね。ごときことは甚だ稀である。上を犯すを好まざる者は断をなすというごときことは未だこれあらざるなりで絶対にない。したがって人情に純朴な
皇帝の道をわきまえた人々を集めて事業を経営すればごたごたなどの起こる心配はまずもってまれであると言える。孔子で、ここまでだからどういうことかというと、まあこれはあの、孔や丁、を重んじる人ですね、は従順な人間ですから職場に入ってもですね、上司の言うことをよく、先輩の言うことをよく聞くということでね、その事業もうまくいくんだと、ごたごたが起こらないということですね、そんなことちょっとこれはかなりあの頭が固いというか、うん、古い発想ですよね。どんどん 若い人で、あのいろんな、まあ、新鮮な知識をですね持った人がですね、いろいろこう上司とか先輩に対して挑みかかってくると、そういう中で革新がどんどん起こってきて発展というのもありますからね。これは保守的な経営になってしまいますよ、ね、こういう考えでは。まあそこはあの難しいところです。極端になったら、それも極端になったらね、潰れてしまいますけど、衝突ばっかりになってね。そこはあのうまいことさじ加減が重要やけども、あまりこればっかり言うのも保守的で停滞してしまうそれからね。で、創始曰く、我日に、我が身を賛成す、三回反省すると。人と計りて、中ならざるや、友と交わりて真ならざるや、伝えしを習わざるやと、まあ、賛成する。三回反すしますよ。これは非常に重要な、まあ、論語でも重要な箇所ですね。まあ、毎日ね、三回ね、反省しなければいけない。何を反省するか。ちょっとこの字を大きくしましたね。何を反省するかだと、人のために、人のためになろうとしていろいろそういう工夫を図っているわけですね。その時に忠ならざるや、真心から、真心思いやり、忠ですからね、真心からやってないんじゃないか、本当はなんか自分のために気に入られようと思って、まあ、そういう下心でやってるんじゃないかということですね。そうしたらまあかなりいかげんなごまかしの仕事になりますからね。それから友と交わりて真ならざるや、この真というのは信用の真で、嘘偽りがないっていうことが入っているわけですね。だから友と交わる場合はですね、本当にその友のことを考えて、その友によかれと思うことをしなければいけないし、交わりやからその言葉を交わす場合に、あの相手の、問題点というのを指摘 してあげて、直言する、還元することも必要なわけですね。でもそれやると友達関係壊れていく恐れがあるので、友達いなくなったら寂しいし、まあ、仕事もうまくいかなくなるということもあるので、ついついですね、公言霊職になってしまうわけですね。要するに、こびへつらうようなことしか言わないくなってしまう。それは本当の友達じゃないということですね。そんなんね、本当の友達はやっぱり愛しながらの戦いですよ。ね、愛してるがゆえに、その、直言する、還元することもできなければ、本当の友達とは言えないということですね。それで、伝えたるを習わざるか、
これは、教わったこと、伝え聞いたこと、あ、なかなか、あ、そうかっていうことですね。思ったら、それをやってみないといけない。いろいろ習ってるけども、いかもその、それを実際に行わないかったら、まあ言ったら、いかなる知識もですね、単なる、まあ、記憶しているだけのことで生きないわけですね。それではダメということですね。身につかないということでね。で、まあ、いずれ忘れちゃうわね。まあそういうことで、この3つのことを毎日ね、反省していけば成長しますよね。そういうことなんです。それでまあ、渋沢さんは、人のためにやるということに関してはね、忠であるということに関してはかなり自信があるというか、ポリシーみたいなものがあるんだよね。で、特に私は、ご訪問を受けさえすれば、誰彼にでも面会、ご面会し、隠し包むところなく意見を申し述べるのも、この証拠をいささか身に呈して行いたいからであるということで。まあ、結局必ず面会するんですって、どんな人と。そしてちゃんと話を聞いてあげるということは、これはなかなかできないことや。論語の実践なんだよと言ってるんですね。まあそういうことでね、これ大事なことなんですけど。で、渋沢栄一はですね、1840年生まれで、1931年まで生きたんで、91歳で万ではね、亡くなってる。だけど、まあ、昔って変やけど、まあ、渋沢昭和の初め頃に死んでるわけですけど、この90まで生きるという人は、まあ、なかなかいなかったですよね。今は割とは当たり前に90まで生きてる人いますけど、かなりまあ高齢まで生きたっていうことなんですけど、で、晩年には、もうだから、昭和に入ってますから、労働争議の高揚も直面しているわけですね。それで、面食らってですね、いや、もういろいろ面倒見てきた従業員が、まあ、社長とか、ね、上司に逆らってるのが、えらいこっちゃということですね、論語の上司から言えば。だから、この皇帝の道を踏み外してんじゃないかということで、人情に戻る連中だっていうことですね。そういうことで、まあ、渋沢さんは、やはり忠孝大事だと思ってるんで、あれなんですよね。反発しているということで。親に背く不幸の典型みたいなもんやということですね。儒教的な経営観が説得力を持つためには、従業員が家族のように大切にされ、生活が保障されてこそですね。と、まあ、渋沢の経営していた会社は、労働条件が良かったかも分かりませんけど、日本資本主義の場合、全体とってみれば、インド以下の低賃金って言われたわけですね。だから、劣悪な労働条件の下で、激しい搾取が行われていたわけやから、家族道徳を適用してっていうことを、まあ、勝手に言ってもですね。そんだけの待遇受けてませんよって言われてしまいますよ、ね。だから家族道徳を基礎にした労働者に基礎にして労働者に従順を説くのは説得力がなかったわけですね。
したがって人情に純朴な皇帝の道をわきまえた人々を集めて事業を経営すればごたごたなど起こる心配はまず持って、稀であると言ってるけど、それだけのことをね、経営者ができてるんかと。資本家や経営者が従業員の福利厚生に努め、労働条件を良好に整えないと、しまいに堪忍袋の尾が切れられるということですね。そういうことをやっぱりね、考えないといけなかったと思いますけど、ある程度考えてるんですけど、だから、この人のために計りて治癒ならざるかっていうのが、まず第一の項目ですけど、これはなかなかいい言葉ですよね。人のために、やるときに、自分にとって、相手に恩を売るというか、相手に利益を与えるわけだから、その見返りを求めながらやってる場合が多いわけですね。でも忠っていうのは真心でやるわけやから、できるだけですね、自分のためにやってるわけではないわけですね。でも関東でも道徳律で、その人格を消して単なる手段とされてはならず、それ自身が同時に目的とされるべきであると言ってますよね。その互いに人格として尊重し合う目的の王国っていうのを考え、その目的の王国の住民のように生きるべきだと、カントは説いたわけですね。だから、その相手の人格とかを、自分の立身出世とか、自分のまあ金儲けの手段に落としめないで、あくまでも目的として考えなさいというわけなんですけど、ただカントでもその単なる手段とされてはならずって書いてあるんですね。手段としてはいけないっていう意味じゃなくて、単なる手段、手段は手段なんだけどということだね。手段でしかないではあかん。同時に目的ともしなければいけないという。だから単なる手段とされてはならずということは手段にする関係なんですよ。その商品関係や市場におけるね、商品関係なんですから、お互いにですね、買ってもらって、あるいは売ってもらって、それで成り立つわけですね。だから手段にしやってるわけ、してはいけないわけではない。でも手段でしかないではダメ、同時に目的ともしておかなければいけないということなんですね。だから渋沢の立場もですね、仁義道徳というのは滅私奉公じゃないわ、私をなくすんじゃなく、私利と公理の両立、社会や人々のに貢献することによって私利私益の拡大を図るという倫理観ですね。公益考えるときには私益っていうか自分の利益なんていうのは全く考えない、ね、真っ白けにしてねやりなさいと言ってるわけではない、ね、私利私益だけを求めてはいけない、公益を求めなければいけない。しかし公益を求めるときに私利私欲にこだわってたら、公益を追求しきれなくなるし、ね、そういうことですよね。だから私益のために手段として人々や国家、社会、人類を利用してやろうという意識では結局奪い合いになるというも言ってましたね。
だから私利私益をですねやっぱり無にして、公益のために尽くさなければいけないという面があるわけやねんけど、同時に、東電し、市場経済であり、私有財産制度ですから、当然その私益を図らなければいけない。これもすごく絶対矛盾的なところがありますね。だから矛盾を突破するためにはどうしなければいけないかということでね、結局相手を自分に包括したより大なる自己を形成するということになりますね。だから自分っていうのを身体的な諸個人の身体の限界の中で、自分というのを考えるんじゃなくて、まあ、家族も包括した自分だと、あるいはその親族も包括している、それから自分の地域だとかね、国だとか、あるいは所属している団体だとか、教会だとか、学校だとかありますよね。まあそういうふうなものを包括して、それを自分と感じれるわけではないということですね。だから、家族、集団、企業、団体、自治体、国家を包括した自我のあり方も追求しなければいけないわけですね。だから、家族の利益を考えたら自分は無にする家族のために犠牲になるというのではないわけですよね。家族自身が自分自身である面があるしということで、だから身体の枠内に自分がとどまってるわけじゃない。身体を超えてよる包括的な自我というものをね、形成する。そしたらみんなのためにすることが同時に自分のためでも、自分というのは単なる身体的な自己だけじゃないよ、集団的な自己も自分になるわけですね。まあ、そういうふうな自我のあり方を発展させなければ、その観点をはっきりさせないと説得力がなくなりますよね。まあ、そこがやっぱり課題ですね。まあ、神父さんの議論のそこはもう一つはっきりしてないかも。で、二、法言と交われて真ならざるかということでね、嘘偽りのない関係を結ばなければいけないと。もしでもその、友達の関係は嘘偽りがあってはいけないっていうことで、五輪でですね、こういう真ありという言葉を使ってますよね。友達の関係にはその真が一番根本やということですね。そういうことで、五輪っていうのは親子、父と子の関係には真が根本で、君臣の関係は義が根本や、夫婦は別で、徴用は順番がある、序がある、ね。だから、これはね、逆説的なところがあるんですよね。まあ、父と子やったら、父はその子供を育てるために、無知でもって、しつけるということがありまして、なんか怖いわけなんですね。芯がないみたいに、こう、息子にとって、本当は、それは息子のためを思ってやってることをやったわけですね。芯があるからこそ、鞭で叩いていたということがあるわけです。君臣の関係も、その義があるということは、君臣、臣っていうのは君主のために、まあ、命を投げ打ってるもんですね。尽くしますよね。何でも言うこと聞くみたいになりますから、悪いことでもやれって言ったらやったりするかもわからない。それではね、
何のための君臣関係か分かんない。本当は義にを共にするから君臣関係が結ばれる。君子が行う義に臣が共鳴して、そのために入としてでも君子のために頑張るということですね。義を共にするからできるだということですね。それを言ってるわけなんです。だから法有もですね、嘘偽りのないっていう部分、正直に相手の欠陥だとか問題点とか指摘して、らですね、もう喧嘩になってしまったりですね、お前は味方と思ってたら敵かとかね、思われたりします。だから言いにくいんですよね、本当のこと。友達っていうのは当たり障りのないことばっかり言って、一緒にこう遊んでたらいいからっていうことで、そうなりがちやねん。でもそれは本当の友達ではない。ね、相手が悪いことしようと思ったら命がけでも止めなければいけないわけですね。まあ、そういうことで、芯がなければ本当の友達じゃないということなんですよね。これが、五輪の関係を、まあ、図にしているわけです。分身、ね、義がなければいけない。親子も親愛があるからこそ、ね、父っていう無知から来るんですね、父という字も。まあ、そういうことなんですよね。夫婦は別あるというのも、夫婦というのは、まあ、言ったらベタベタの関係になりやすい。そうするとその奥さんのためにですね、義を忘れていろんな悪いことしたり しがちなんです。だから妻が口出しするなと思った仕事別や、家を守れちゃんと、まあ、そういうような感じで、まあ、封建道徳ではこの夫婦は別ということを、まあ、はっきりさせないと、女に結局引きずられてですね、本来行うべき義だとかね、を忘れてしまうわけですね。それで別という、法有はね、動かなくなってきた。だからビジネスでもその信用が大事ですね。まあ顧客とかその取引先っていうのは利害関係で結ばれているんで、ついその嘘偽りって言ったらおかしいですけど、利害を損なうようなことを明かしたくないわけですね。それでなるけども、でも騙されて後で分かって、誰が騙されてたんかと思ったらもう取引できなくなりますから、そうするとやっぱり信用が第一やということですね。嘘偽りがないっていう、安心して、取引できる関係にしておかなければいけない。それはやっぱり法有と通じるわけですね。だからお互いの利益っていうものを与え合う必要があるわけです。自分の利益のためにだけ相手を利用してはいけないということですね。だからやっぱり忠がなければ、真心がなければいけないわけですね。まあ、そういうことで銀行なんか取引先 に融資をしますけど、ちゃんと返しもらわなければいけないんで、取引先にいろいろアドバイスをしますよね。そのお金を有効に使ってもらうために、その時にただそのお金ちゃんと実質で返してもらわなければいけないという
それだけでやるんじゃなくて、やっぱ真心で相手の発展というものに尽くすことによって、成功させて、お金も返ってくると利子付きでね、そういうふうにしなければいけないということでね、まあ大いにビジネスにこの心というのは関係してきますよ、ね、そういうことですね。で伝えて習わざるかということで、要するに習ったことをですね、習ったままで置いておいてでは無意味ですから、常に実践に生かしていかなければ、それを習うということですね。学んだことをでも全部実践するというわけにはいけない、膨大ですからね、学んでることだけど、まあ少なくとも心が動いたことですね、に関してはぜひやってみなければいけない。そうじゃないと知識というものは実践しないと身につきませんので、ただ記憶で覚えてても、 もう意味がないですよね。そういう意味で、伝えたるを学ばざるかということですね、それが大事だということですね。だから学ばない、習わん、伝えたるを習わざるかと、伝えてもらったことについてその実践してないんじゃないか。でも今はすごい情報がいっぱい入ってるから、全部実践するわけにいけないから、やっぱり心が動いて、感動っていうのは心が動くということでしょ。動いて、感動、感じて、動くいうこと、心が。そういうことに関しては、やはり自分をやってみるっていうか、それが大事やね。やっぱり我々も日に賛成しなければいけないということが言えますよね。それでその次に70歳にしてようやく不惑っていう章があります。これは有名ですね。論語って言ったら、まあこの言葉が代表的な言葉と思っている人も多いんじゃないですか。我自由有語にして学に志す、ね、それを私学と言いますよね。十五にして私学、学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳従う。七十にして心にの従うところに、心に従いて、欲するところ、のりを越えず。という、心、これはちょっとあれですね、ちょっと。どこ行ったんやろ、ね、この、意味は、自分のやりたいようにやってても、その規範に、背くようなことはないと、規矩を超えるようなことはないということですね。大概それまでは調子乗ってですね、羽目を外してしまうことも多かったわけやけども、心に従うところ、心の赴くところに従いて努力を越えずというふうに訳しましたね。心の赴くところに従いて、自分の心のままに行っても、ちゃんと人間の踏むべき道に合致していると。のりを越える、のりというのは人間のやるべき道に合致していると
いうことですね。だから、彼は、この興福寺は金婚の言葉で申す、なかなかの活動家で、活動家っていうことは大正時代にもあってんね。住む時も休むところなく努力し、収容に勤められたものゆえ、ほとんど10年ごとに思想の状態が一変し、70歳になられた頃には、いかに心のままに行ってもそれがちゃんと人間の分別地に合致し、決して危惧を超えるようなことはなかったものと思われる。しかし私のように秘匿なものはなかなかそうは参らぬ。すでに74歳に相なった今日でも、もし心の欲するままに行うようにすれば、依然危惧を超えて乱れることになる。幸いに私が曲がりなりにも、とにかく危惧を超えた行いに陥らずに済むのは、幸いに国旗の賜物である。私が国旗、すなわち己に勝つことに努めて、私の心を制するようにしなければ、決して今日の私であり得るものでない。国旗は実に偉大なもので、偉大なる力である。しかし74歳になった今日、興福寺がわずかに40歳にして達し保うた不惑の境界にだけには、私もどうやらこうやら達し得られたように思う。今より、15、6年前までは種々の他人の誤説を聞くと、なるほど、それもさようだとよく、よく戸惑ったものであるが、今日ではまずかかる枠を起こさずに済む。一例を申し述べると、これは一例のことを言いたいんでしょうね。おそらく。国民に信念を起こさせるには神道に限るとの説を私にお聞かせくだされて、神道さえ信じれば国民道徳は自然に高まるものとお説きになる方もある。まあこの人は論語で私は失敗を起こりますと言ったわけですけど、神道じゃなくて論語が基準にしてるわけね。でもまあ愛国心が大事やと、そしたら神道が大事やないかと、神道で国民道徳を作るのが大事やという人がいるわけですね。昔やったらそう言われたらそうかなと思ったかもしれないけど、早74歳になって書生の実地を久しく経験してまいった今日では、国家内外の事情も三尺せねばならぬものと思うから、すぐそれに心を動かすというような惑いは起こらぬのである。これはどういうことかというと、要するに神道で行くとですね、ちょっと国内外の事情も三尺やからね、ちょっと神道で行くとあかんなんですよ。諸外国の反発を受けるんじゃない。つまり日本の天皇はまあ神で、しかもあれって、天皇というのは出身であるアマテラス大御神のまあ御子として、天上地上をこう支配すべき神であるということですよね。荒人神であるということでね。だから天皇が世界の中心みたいな考え方が神道では、まあ、説かれていたわけですね、国家神道ではね。だからそれでいくと、やっぱ諸外国の反発が強いでということですね。
だからこの人は国家主義者でもないわけです、ね。で、諸外国と協調し合って、助け合ってやっていきましょうっていう考え方ですから、日本中心とかそんなのがないわけです。だから、神道を中心にやっていくのはちょっと反発を買うということですね。だから、その考えは、つまり神道を中心にしようという考えには惑わされない。やっぱ国際協調主義を貫きたいという考え方ですね。だから、彼は中国との親善ですね。それから、アメリカとの親善ね。これに非常にこの力を注いでいたということがありますね、実際ね。で、神道は天皇があらゆる神、世界を天皇中心にまとまるべきだという考え方に傾きがちなんで、まあその国際社会から国際協調外交どうもまずいということですね。だから、そういう論語のこの解説をしながらもですね、魅力的な変更、そういうものに対しては警戒してますよね。知らないようにしなければいけない。ね。そうでないと、世界と喧嘩になっていくわけですよね。で、まあ、日本が発達すればするほど、まあ、侵略的になっていく恐れがあるということで、それはいけないことやということを分かってはったわけですね。まあそういうことですね。で、二重死にして立ち死にあらずというのもありまして、これも、まあ、それと似たような論旨なんです。私は今日までにおける経験を談話すれば、十有五にして学に志したとだけは申し上げてはばかるところはないが、三十にして立ったとは申されぬ。24歳の時、郷里を出て京都に赴いたのは、私がとにかく今日までに相なった素地を作ったもので、その時に郷里を出なければ、あるいは今日あるを得なかったかもしれぬゆえ、お前は30にもならぬ24にして甲風氏よりも早く立ったのだと仰せられる方もあるか知らぬが、あの時私の心情を振り返ってみると、どうしても立ったのだとは言えない。いずれかといえば、間違った行いに出たもので、今日のご時世に相なって当時のことを思い巡らすと、天朝に対し奉り、恐れ多く思うほどである。当時の考えは、ただむやみに過激ばかりで、自分の過激な意見が通らなければ死んでしまうというに過ぎなかったものである。しかし死ぬと言っても、華厳の滝に投じた藤村美佐のように、自分一人が死んでしまうというのではなく、必ず道連れをこしらえ、自分の過激な意見を行うのに邪魔立てをした者を殺して一緒に死のうというのであったから、立つとどころか、どうしても間違った行いに出てたものと言わねばならない。ということですね。だから、尊攘派としてね、1840年生まれなんですけど、1863年ですね、24の時だからね。数えて言ってますよ、これね。24歳。で、彼は徳川幕府では日本はまとめきれないと考えて、尊の攘夷の、まあ、旗のもとにですね、京都に入った。
ところが8月18日の政変っていうのが起こってて、その尊攘派は形勢が悪かったんですね。影を潜めてた。それで、まあ京都に来た者のどうしていいかわからないというので、慶喜、徳川慶喜の家来と、まあ、知り合いになりまして、引っ張ってもらったわけですね。慶喜の家臣になって、でもちろん最初はその慶喜を将軍にするんではなくて、徳川幕府をもう終わらせたいと思ってますから、慶喜を中心にですね、徳川氏が政権をまあ返上して、一大名にこのなるということをようにまあ動こうとしたわけですね。ところが慶喜は将軍になってしまったということがありますね。それで、でも慶喜もまあある意味同じような考えで大政奉還をするわけですね。でもまあ慶喜の腹積もりでは、自分が大政奉還後その大名を率いて、新政府に入ってですね、で自分が中心になってと思ってたわけですけど、それに対して薩長とかは、徳川氏の領地をその召し上げたりして、でまあ大政奉還したんだから、お前らはちょっと蟄居しとるっていうような感じ になったわけですね。それで大変やということで、まあ戊辰戦争になったわけなんですけど、まあ、慶喜は結局戦争を嫌ってですね、静岡の方に蟄居することになりますよね。で渋沢栄一はパリに行ってたんですけど、万国博覧会にね、幕府の将軍の弟についてですね、行ってたわけ。それで帰ってきたら明治政府になってて、で明治政府にですね、彼のまあ知識だとかをですね、生かすために、まあ、一時勤めたということがありましたね。まあそういうのを、彼は上京した時は決起に流行って、学問的な裏付けもなく、まあその新時代の改革思想に、染まってですね、決起や自決も辞さないという構えでやってたわけなんで、まあそのことは決してたってということではないんだと、その家を出てですね、京都に行ったということは30にして立つというのに対して、君は24歳で京都に行ったやないか、24で立ったみたいに言うけど、いやそんなもんね、若気の至りで、ちょっとつ盲信してしまっただけですよね。で その機会もなかったんで、結局慶喜の家来になったということですね。だからその京都に乗り込んでいったこと自体は、まあ、全然その間違ったことで、事実とは言えないと。30にして立つとは言え、24にして立つとは言えないということなんですね。で、孔子の場合なぜ30にして立つかと、その、まあ、普通貴族は20にして、まあ、成人式を、成年式を迎えてたんですが、まあ、孔子はなかなかそうもいかなくて、非戦な職を転々としていたので、まあ、30にしてやっとですね、まともになったということを言ってるわけなんですね。でも弟子を取ったのは30
死後になってからと思いますから、まあ大雑把に30って言ってるのかも分かりませんね。そういうことで、年表では紀元前525年28歳の孔子は、この頃までにその仕官していたと。で、倉庫を管理する入りに、次に、牧場を管理する上田となったと。で、学者として認められた様子はない。初めて弟子を取ったのは紀元前518年35の時ということで、30ではないんですよ、30でした。まあでも70過ぎからこう振り返って言ってるから、35も30一緒ぐらいかも分かりませんね。厳密に考えてるわけではない。まあ渋沢は24の時の行動を振り返って、そういうまあ言ってみたら右翼テロリズムみたいなもんやったわけですよね。だからそれを間違ってたって言ってるわけなんですよね。だから右翼は財界人や財界と癒着していた政党政治家をテロの対象にしていたわけですね。だからその右翼の盲導というか、それをですね批判したら自分も標的になりかねないんだけど、だからこういう形で批判しているということですね。だから渋沢はまあそういう右翼なんかが国粋主義に走って、ね、中国を日本の、まあ植民地にして、支配権に置いておくとか、天皇を、ね、世界の中心にするみたいな考え方はちょっと危ないというか思ってるわけですね。で、その目的のためにテロに及ぶようなのはかなということですね。そういうのを批判してるわ。まあ、だからわりかし良心的というか、ね、そういうことでね。で、その次、荘子の偉大なる人格というのもありまして、死の玉悪、深夜、我が道、いつもってこれを貫く、荘子曰く。死、伊豆、門人、到底曰く、何のいいぞ、や、宗師曰く、風刺の道は中女のみと、ということですね。これは、いつもってこれ、一意関心ね、いつもってこれを貫くという言葉で、まあ、一言で言ったそうやねんけども、孔子は何を貫こうとしたのか。分かりましたって、いつもって貫くと言ったから、はい、分かりましたって。で、何が分かったのかということでね、荘子の弟子が荘子に聞いてるんですね。そしたら荘子は、いや、先生の孔子の道っていうのは、真心と思いやりだけですって言ってるんやということですね。いつもってこれを貫く。だから真心と思いやりが一番大事やということを、まあ、常に、まあ、その人のことですね、荘子はそれを真心と思いやりっていうふうに捉えているということなんで、だから、孔子先生はそのことを強調してるんだということでね。
だから宗師っていう宗師は、まあ、非常にこの孔子の弟子の中でも、孔子孔門十哲の中での4人選ぶとしたら孟子顔円宗子子子の4人その中にも入ってるんですね。宗子っていうのは宗子のことだから。そういうことで、宗子はですね、非常にまあ優れていたと。特に親孝行の、まあ、親孝行の実践においては、まあ、一番ね、目立ってたわけで。で、孝教という親孝行についての、まあ、まとめたのもですね、その宗子なんですね、宗子がまとめた。で、あの、孝教には身体八部、これを父母に行くという言葉がありましてね、体はお父さん、お母さんからもらった、いただいたものやと。だから大事にしなければいけないっていうことを言ってるわけなんですね。我が道はいつこうやってこれを貫くと言った時に はいって言っただけなんですけど、それでもう分かっているというね、まあそういうことで、なぜ分かったんやろうということですね。それをまあこうこの辺は書いてあるんですね。分かりました。実に言うだと、孔夫子がお留守になってから宗子に、向かって一体全体その一つとは何であるかと質問に及んだと。いつもってこれを貫くというね、それは一体何ですかと言ったら、風刺の道は中女のみ、先生の道は真心と思いやりだけですということですね。でこの中女ってどういう意味なのかと言って、八十の愛と風刺と中女というのが書いてあります。八十というのは Yes のことですね。 Yes と言いますけど、これを漢字で八十と書いたわけですね。で、八十教というとキリスト教のこと。ただキリスト教は愛の宗教ですよね。神への愛と隣人への愛に生きなさいと。で、その愛は結局、まあ、儒教で言えば真心と思いやりということ。中女ですよね。そういうことで、宗子は孔夫子支配の人として祀られるほどに偉大な人物であらせられただけあって、日夜孔夫子に、新これ何でしたかね、新ちょっと分からない、親旧、新旧やろね、新旧する孔夫子に新旧する間において、よく孔夫子のご精神を飲み込んで理解しおられたものと見える。よって言下に応えて中女のみと同派したし得られたものである。つまり以心伝心で宗子は孔夫子のご精神を監督しておったのである。孔夫子の各方面にわたる多年のご教訓もこれを小さくまとめてしまえば、結局宗子の言のごとく中女の二次に帰し、論語の教訓も詰まるところは中女の二次に入れるものである。ということでね、
されば論語の根本義を知らんとする者はまず何より先に、躊躇のいかなるものであるかを心得おかなければならぬのである。躊躇とは果たしていかなるものか、これは随分難しい問題である。ヤソ教キリスト教ではでいう愛は創始のいわゆる躊躇に似たものであるかのように思われるが、その辺のところは私において格言いたしかねる。しかし、いずれにしても中とは中心より誠意根性を尽くし、何事に及んでも曖昧加減な態度に入れず曲がらずにまっすぐな心情になることである。それから序とは快楽言えば思いやりと同じ意味で、ことに望むや先方の境遇、先方の心理状態になって考えてやることである。しかし中と序とは個々別々のものであるのではない。この中と序等の一つになった中序というものが、これすなわち孔夫子の一貫した精神で、また論語を一貫する精神である。そういうことですね。論語のですね、根本の義を知らんとする者はまず何より先に躊躇のいかなるものであるかを心得おかなければならぬのである。躊躇とは果たしていかなるものか、これは随分難しい問題である。ヤソ教でいうキリスト教でいう愛は創始のいわゆる躊躇に似たものであるかのように思われるが、その辺のところは私において格言いたしかねる。しかしいずれにしても中とは中心より誠意根性を尽くし、何事に臨んでも曖昧加減な態度に入れず曲がらずにまっすぐな心情になることである。それから如とは平たく言えば思いやりと同じ意味で、ことに望むや先方の境遇、先方の心理状態になって考えてやることである。しかし中と序とは個々の別々のものであるのではない。この中と序との一つになった中序というものが、これすなわち孔夫子の一貫したご精神で、また論語を一貫する精神である。中序の精神とは核の模様ものであると、いちいち条件を挙げて説明するのはなかなか至難のことであるが、論語に親しみさえすれば創始のごとくこれを監督することのできるものである。すべての人がこれを監督して常に中心に中序の精神を立たず、さらに排するに知略を持ってさえすれば、世の中のことはすべて円滑に進行し、ごたごとなどもなく、お互いに平和に生活していけるものである。世間が意のごとくならず、運情喧騒を立たぬのは、いつに今の人々に中序の精神が欠乏しておるからである。ということで、こういう文章ですね。要するに中序というのは、まあ、真心と思いやりなんですけど、で真心と思いやりを持って、実践していけばごたごたなんかは、まあ、起こらないで済むんだけれども、で真心と思いやりを持ってもじゃあどうやってやるかというときに知略を、が必要ですよね。その、
どうやればそのマオコルが通じるかいろいろ、情報を集めて検討して、こういうのがいいんじゃないかというふうな感じでこうやっていけばだんだんね収まってくるわけなんですけど、でもマオコルは思いやりの精神があれば、それをなんとか、まあ、実現しようとこうできるわけですけど、その精神がもともと欠けていれば、できないわけですね。宗教の精神が。だからそういうことでね、倫理道徳っていうのは、まあ、真心や思いやりを持ってですね、この処していくというのが、まあ、倫理道徳なんですけども、だけどその真心を分野の精神がなかったらどうしようもないわけですね。だからじゃあどうしたらいいのかということでね、どうすれば真心や分野の精神が生まれるのかということなんですよ。でどうしてその真心や思いやりの精神が欠如するのかということですね。それをやっぱり極めていかないといけないわけなんですけど、で世の中がまあ私有財産制度でですね、市場経済が出来上がっているわけですね。何でも貨幣次第で手に入ると、で貨幣を持たないと何も手に入らない、まあ、そういう状況になれば、まあ、貨幣を稼ぎ出すのが第一義ということになりまして、どうしてもその私利私欲を優先して真心や思いやり忠誠の気持ちがなくしてしまうことになりがちなんですね。だからまあそうなるんだから、真心や思いやりの精神に基づいてやっていけばごたごた何か起こらないということですね。だから根本は私有財産制度やそれに基づく貨幣経済、あるいはそこにこう成り立ってきた資本主義経済ですね、こういうものを変革して新しい共同体を生み出さない限り忠誠の精神も身につかないとも考えられるわけ。そういう考えに基づいて革命の必要を説いたのがマルクス主義だったわけですね。そのマルクス主義もやっぱりその社会の矛盾が激しくなってくると非常に活発に台頭してきまして、革命を起こそうとするので、まあ、余計に激しく、まあ、激動していくわけですね。だからそういうこと、渋沢は資本主義経済を含めてそれが富を生み人々の生活を成り立たせるものならば、そこに忠誠の精神が働かなくてはうまくいかないでごたごたが起きると考えているわけですね。そこはアダム・スミスのようなホモ・エコノミクスで、という人間観、これはもう見えざる手が働いて、みんな自分の私利私欲を追求してたら その自然に調和が成り立つと、市場経済に、というわけにはいかないということですね。それだけではやっぱり混乱するということですね。しかしじゃあ革命やればいいかというと、その過激な思想に走ると武力で決着をつけようとしたり、自分の思うようにならないと人のせいにして道連れに人を巻き込んで死んだりすると、で世の中に混乱をもたらすだけだということですね。革命の思想でやると、すんなり革命起こってすんなりね平和になってというわけにいかないわけですよね。確かに市場経済やそれに基づく資本主義を私利私欲を優先し忠誠の精神を失いがちだけれど、その中でも忠誠の精神を発揮して自分だけでなく相手も喜ぶ品物やサービスを提供することでビジネスが成功することもあると。
論語とそろばんの調和ということはそういう趣旨である。だから渋沢はその、資本主義であればあるほどですね、中女の精神を伴わないと混乱する、伴えば、まあ、うまくまとまっていけるんじゃないかということで、中女の精神を、学んでですね、実践するようにしたらどうかと。つまり道徳を、注入して、で資本主義の混乱を回収するということですね。それがやっぱり教育によってある程度できるんじゃないかっていう考え方で論語を読めということを言ってるわけですね。でも論語を読んだって、その要するに、金次第というわけで、まず金を稼がなければいけない。そのためにはまあ、そのどうしてもですね、競争取り合いとか、まあ、いうことになっていくということですね。それで、まあ、うまくいかないんじゃないかということでね、まあ、混乱するんですけど、まあ、なんとかですね、この、平和を築くためには、まあ、資本主義であっても論語の精神を忘れるな、仁義道徳を忘れるなというのも一つのね、考え方であり、まあ、努力すべきことであったわけですけど、ただそのそれでまあうまくいかなくて戦争になったりもしましたね。それで20世紀末からこの半世紀は経済のグローバル化というものが進みまして、20世紀のまあ前半とか革命戦争や戦争があって混乱も確かに大きかったんですけど、格差を縮小しようとする動きも、中世資本主義的な、あるいは国家と資本独占資本が一体化するような動きだとかいろいろありまして、で格差を縮小しようとするから社会保障制度を、ね、確立しようとするような動きがあったわけですけど、20世紀末から末というかもう70年代ぐらいからですね、この50年間で、このうんと格差の拡大が進んだわけですね。で環境問題も深刻化している。このまま利潤優先の資本主義体制でいくとも持続可能ではないということで、いろいろ問題になってるんですけど、それで資本主義をやめろという考えも出てきてるんですが、そうじゃなくて、倫理資本主義ですね。要するに、倫理道徳をにとっていいことをした方が、その企業が支持され、よく売れて、まあ、儲かるというふうな、そういう倫理資本主義がトレンドになるんじゃないかっていう考えも出てきて、まあ、その考え方の、まあ、結局渋沢の論語とそろばんっていうのは先駆になっているということですね。しかし、まあ、その中女の考え方を実現しようと思ったら、その実現するその知略が必要やということですね。それを述べている。世に処するにあたって人にとり何よりも大事なものは中女の精神であるが、この精神を行為に表して実地に行わんとするには知略、すなわち知と略がなければならぬものである。つまり知略は中女の精神が因となって活動するにあたり必須の縁である。知とは事物を観察して判断する力がなければ、いかに中女の精神を行うとしても、いかにして実際に処して叱るべきか見当がつかなくなる。
また略がなければ躊躇の精神を実際に行為に表してもかえって他人に災禍をもたらすような結果になるものである。従来略なる語は述索の意味に用いられる場合が多く悪い連想を伴うことになっているが、私のいわゆる略は決してそんな悪い意味の含んだものではなく、善良なる意味における略を指したもので、臨機適宜の工夫すなわち方便と同じものであるということですね。まあ、そういうことでね、善意でもって真心思いやりでもってですね、やると、まあ、仕事金儲けの仕事といえどもですね、何で儲けるか、世の中に役に立つことをする、人々に幸せをもたらす、製品を作ったり、あるいはか、その生産においても環境を損なわないようなやり方で、やるとか、まあ、そんなことを心がけていればですね、まあ、いいということですよね。しかるに今の世間の多くの人々が事物に対して処するところを見るに、知略だけはあるが、知略の原動力となるべきはずの躊躇の精神を欠いているのである。躊躇の精神をどうすればうまいこと経済の中でね、発揮できるかっていうのが知略なんだけども、知略ばっかりあって躊躇の精神が欠けていたんでは、ただ恩義のみを持って万事万人に臨むことになり、その間に業も温かい正直なところがないから人心を動かし得られるものでもなければ、また社会を動かし得るものでもないということでね、知略があってこうすればいいじゃないか、ああすればいいじゃないかということは言えるんだけれども、それをやるときに真心でもってやってないということですね。そうしたら人の心は動かないよ。まあもちろん名目的には躊躇の心に発してやってるつもりなんですけど、実際にはそれほど、まあ、金もいることしか考え頭にはないわけですね。それではダメやという。だから、知略ですね、を行うときに、真心、思いやり、躊躇の精神でもって、知略を やらなければいけないということでね。で、なぜその、真心、思いやりっていうのが欠如するのかという問題あって、まあ、それではさっき言った資本主義やからとか開閉経済からとかいろいろありますけど、やっぱり利害がいろいろ絡むとどうしてもお金のことに頭がいっぱいになるんですかね。で、渋沢の念頭にあるのは大使政策、中国政策なんですね。で、彼は大正3年に中日実業会社というものを設立しました。しかしこの会社なかなか損ばっかりでうまくいかないんですよね。全く利潤が上がらず困っていた。私は事業はこれを理に、悟らずして義に悟り、国家に必要なる事業は利益の遺憾を第二にし、義において起こすべき事業ならばこれを起こし、その株も持ち、実際に望んでは利益を上げるようにして、その事業を経営していくべきものだと思っていると。こう言ってますけど、この中日、中日実業株式会社というのがあったんですが、それはですね、中国工業というのから来てるんです。中国工業。で、この中国工業というのは孫文と、一緒に作ったんですね。だから
ソムと仲良しちゃったんですよ、あの渋沢は。で孫文は、まあ、中国で国民党政権を作ろうと頑張ってたわけですね。だから中国革命の支援も、まあ、やってたという。で中国において、その工業化をですね、進めていくというか、その見本みたいな会社を作っていかなければいけないわけで、それは中国の力だけではできないので、渋沢が孫文と組んでですね、やろうとしたわけなんですが、なかなか儲からないっていうことですね。つまり、日本に支援された会社のっていうのは、日本がそれでも侵略するんじゃないかと、侵略の手段にするんじゃないかと思ってますから、そこの製品買わないとか、そこで働かないとかいうのも出てくるわけですね。だからなかなか利潤が上がるところに行かないですね。まあそういうことでね、あくまでもまあ、孫文を助けてですね、中国が近代化工業化を進めていって、豊かな国になっていけばいくほどですね、日本はそこにまあ大きな市場を得て、日本も発達していくわけですよね。持ちつ持たれつでいいわけなんですけど、それ で大事だと。ところが中国の人は日本が経済に進出してくるのはその利権を求めて、中国の資源だとか技術だとか中国人の、まあ、安い労働力だとかそういうものを求めて中国を経済的に支配するために進出してくるんやと警戒しているわけですね。で日本の資本もある程度その中国の安い市場安い賃金ですね、で中国の資源ね、を支配してですね、で中国経済の中で大儲けをしようと思っていくわけですよね。だからそれは要するに日本の植民地化みたいな、感じに、まあ、受け止められるわけなんで、それで反発されますと結局、まあ、儲からないわけですよね。そういうことでね、だから渋沢は日本の植民地にしようとか思ってないわけです、全然。あくまでも中国の経済が繁栄すればすっと貿易して、あるいは日本の技術とか、まあ、会社も進出していてですね、共存共栄できるわけですよね。だからそれを狙ってるわけなんですが、そういうふうには、まあ、中国の人民は受け止められないし、まだ日本の、まあ、他の資本家とか国家も国会軍隊もですね、要するに日本の指導下、日本の支配下においてと思ってるところがありますんで、中国の方にしたら当然それ認められない。だから神道とかで強調して天皇陛下がまあ結局中心になって新しい世界ができていくみたいな考え方ですね、八紘一宮の考え方、それはもう完全な、まあ、帝国主義であるということで反発してるわけですね、中国は。だからあんまり神道を前面に出してほしくないというのが渋沢栄一の考え方なんですけど、そういうことだね。で恩義と金銭と言語という、だからその間の事情はこれでよくわかる。恩義とは平たく言えば金銭と言語との関係ことであると。
恩というのが金銭を与えるというですね。言いは脅かすという意味で、威力の言いやから。言語と言ってね。忠助の精神を実地に行うためには甘くして他人に接してばかりでもダメなので、時には言語を握ってみせ、大いに脅しつけてやることが必要な場合もある。さればとてまた言語を示して脅しさえすれば、天下の者が皆その意を意に恐れて万事万端うまく進行していくというものでもない。時には金銭をくれて恩を着せてやらねばならぬ場合もあるものである。各金銭と言語と言語と金銭を互いに見せてうまく事物の進行を図る間に恩意が並び行われて知略が功を奏することになるものであるから恩意を合わせ行うこともも元より諸政の上に必要であるが恩意が行われておるだけでその根本となるべき忠助の精神を書いておってはあたかも下世話に言う仏を作って魂を入れぬようなものでせっかく行った恩意が恩意の功徳を表さず、結局老して功なきに至るものである恩意をして十分の効果をお上げしむる者は実に忠助の精神である知略をしてその効果を得せしむる者もまた忠助の精神である日本の品に対する措置のごときもまず忠助の精神を持って同国の商家に臨みこれを行うに知略を持ってさえすれば良好の効果を上げ得られるべきはずのものである私は平素より品問題については深くこの点を憂慮し機会のあるごとに外交の当時へも品に対するには何よりもまず忠助の精神をもってするようにと申し入れておくのであるがどうも私の願うがごとくにはならず忠助の精神を欠いた知略のみをもって臨むことになりがちなのでただ恩意を行わんとするのみ流れ、骨折った割に結局効果が上がらぬことになってしまうらしく思えるのである。諸政でも外交でも根本は全て同じものである。忠助の精神を持って臨まなければ決してうまく円満に進行し自他ともに喜ぶというまでになれるものではないのである。忠助の精神は単に品に対する外交上に必要なものたるのみならず、また米国に対する外交にも必要である。皆、国と国との国際関係には個人と個人との交際に忠助精神を必要とするごとく、やっぱり皆忠助の精神を要するものである。米国が日本に対して忠助の精神を自し、日本が米国に対してまた忠助の精神を持ってさえおれば両国の国交は永遠に円満であるべきであるいずれの国と国との間においても国交の破裂を見るに至るは忠助の精神に欠くのが常に原因になっている国際の円満は相互の忠助によって初めて帰し得られるものであるというわけでね、ここまでですね。そういうこと言って結局彼は日本資本主義っていうのはやはり、中国との融合ですねを図っていかないと発展しないし、そして、先進国であるアメリカの市場ですね、あるいはアメリカの技術を取り入れなければいけないわけですよね。で、アメリカに相対的にアメリカより安い労働力だとか、
もあるわけですから、打ってですね、巨大な市場にしなければいけないし、向こうの進んだ技術を学ばなければいけない、まあ、そういうわけで中樹の精神でお互いにですねやっていかなければいけないということなんですけど、なかなかもうその、日本の移民に対する排斥運動が激しかったりしますよね、アメリカでもね。で非常に困っ渋沢はアメリカ行ってねそういうことを努力したんですけども、で中国に対してもねいろいろ やってましたね。テレビでもやってましたけど、中国の、ね、震災かなんかあった時にね、援助しようとしましたよね。関東大震災の時にね、中国から議員がいっぱい送られてきた。で、上海かどっかでなんかあった時に、それをしようとしたら、なんか反発されてましたよね。まあ、そういうふうなことなんですよ。なかなかね、全員に取ってもらえない、いいところがあるわけですね。だから、まあ、渋沢に限って言えば、非常にこの、協調主義で、決してその、日本の配下に置こうとかいう考えで やってるわけではないわけですね。しかし、全体としては帝国主義的だったからね。やっぱりそれは、そうは取れないわけです。でまあ、そういうことで、まあ、非常に苦労したということが分かりますよね。また、まあ、非常にこの矛盾資本主義の体制でその中樹の精神なんてなかなかその資本主義の体制の中で中樹の精神を発揮するという難しい面があるわけですよね。しかしじゃあ資本主義やったらねもう要するに私利私欲でやってたらいいじゃないかと、あとはその見えざるで働くんやとね、そんなも公のことに考えてあかんと言ったらやっぱりこう殺伐たるもんになって奪い合いっていうか戦争になったり帝国主義戦争というのは2回も起こってますからね、第一次大戦第二次大戦とか起こってるわけなんですから、やはりそうなっちゃうんですよね。やっぱりだから見えざる手だけでは信用できないわけで、そうなってくるとやっぱり、躊躇の精神ね、愛の精神とかいうものを訴えて国際協調とかやっていかなければいけないし、戦争のない世界にもう向かって協力しちゃっていかなければいけないということですよね。それでやっぱりその論語の精神を生かすというね、これはまあ当然必要なことで、それはやっぱり21世紀になっても倫理資本主義という形で、発展させていかなければいけないわけですけど、ただ21世紀にもう時間内が終わりますけどなると第3次第4次産業革命がどんどん進んでいくんで、ほとんどその雇用がなくなっていくんで、また全くその次元が違った、要するに近代勤労社会から21世紀のですね、そういう機械が中心に生産を行っていく時代ですから、生身の人間は活動によって、まあ、有意義な活動によって社会に貢献する、だからそれに対する所得を与える体制にこう変えていかなければいけない、全く新しいその発想でもってですね、経済体制を立て直さなければ21世紀は
まあ、低成長どころかですね、衰退していく恐れがあるわけなんですよね。生産力そのものは産業革命が行われれば進む発展はするんだけれども、お金で数えるその経済成長は起こらないんですよ、ね、というのはその庶民はほとんど仕事がなくなるから所得がなくなるわけですよ。だから買えないわけです。で買えないけども、あの物あふれてくるから、その物の値段がバー下がる形で消費される。だから物質の、まあ、生産量は上がっていってるわけだけど、貨幣計算したら全然上がらないわけですよね。だから上げようと思う、経済成長しようと思ったら資本主義、は、まあ、残ってて経済成長しようとしたら、今度は結局働いていない人にそのお金を渡してですね、だから人間は社会的に有意義な活動をすることになるんですから、そういう活動に対してお金を渡していくような新しいシステムをですね、作っていかなきゃいけないわけなんですよ。それをやっぱりね、考えていかない。その時に、その渋沢なんかに、その、中将の精神と仁義道徳、あるいは、まあ、博愛精神だとかね、イリス教の、そういうものはどういう役割をするのかということですね。で、あの倫理資本主義と、そういう新しいその活動に対して所得を与えるシステムのにおけるその倫理道徳の役割ですね。それをまた考えなければいけない。それは新しい時代。ということですね。今日はここまで。もう長なりすぎたから、やり直しかもわからない。